はい、オッケー。今日はね、英語表現ですごいね、僕的に大事だなと思う表現があって、それをちょっと説明していきたいと思います。OK。Just a bit more and my collection is almost complete. これすごいね、この熟語が大事だから言ってる。Just a bit more。 これって普通に直訳したら、ただ少しさらにっていうわけのわかんない単語じゃん。それやっぱりね、Just a bit more っていうね、単語をもう暗記してほしい。もうこれ熟語だと思って、暗記してほしい。あと、もう少しで。ってね。暗記。Just a bit more! ってもう一回。あと、もう少しで。です。で、私のコレクションが完成するっていう意味。で、これ、ほぼ完成したってことです。で、あと、ちょっとめんどくさいからもう完成するっていうね。ふうにやっていただけるといいのかなと思う。うん。で、まあ、最後に訳すと、あともう少しで私のコレクションが完成だっていうね、完成すればいい。ほぼ完成だってやったら、やっぱりなんかほぼって別に訳さなくてもいいわけじゃなかったら完成だってね、もう訳して、もう短縮的にやればいいと思うね。うん。Just a bit more ってね、ほんと、あともう少しって言って、この表現を覚えてれば、この英文はしっかりと理解できるんで、ね、しっかり、Just a bit more っていうね、もう熟語をしっかり理解していただけたらと思います。こんなん誰でも知ってるよっていうのは当たり前だよ。この誰でも知ってるよ。Just a bit more っていうね。表現はでも分かんない人多いと思う。My collection is almost completed だったらみんな分かるんだけど、その前の Just a bit more っていうのはなかなか分かんないよね。これあともう少しで。もう熟語一つ一つが分かんないだけでも英語ってわけが分かんなくなっちゃうんだよ。だからしっかりね、そういう熟語からしっかり勉強していただけたらと思います。Just a bit more。ということで、お疲れ様です。